はい、改めまして皆さん方、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ今年も1年よろしくお願いを申し上げたいと思います。さて、まあ、恒例となりました年始の場合には干支の話からということであります。まあ、よく猿年というふうに言うわけでありますが、この干支といった観点からいくと実感を合わせると今年は日の絵猿の年ということになります。日の絵、甲乙丙丁の丙の字ということでね、これは樹木が一番成長点まで生い茂った、まあ、そうしたたくましさを表す、このように言われます。また猿、これはね、モンキーというね、この獣編の猿を描くとちょっとよくわかるんですけど、干支の場合はこの神というんですね、これを猿とこう呼ぶわけでありまして、ちょうどこれにアメカンドリつけると電気の電になってくるわけですよね。似てるということで電気に通ずるということで、まあ、これはまっしぐら目標に向かってドンと突き進む、こうしたことを表します。じゃあ日の絵猿の年はどんな年なのかということで、よく60年一サイクルという干支の場合ですね、実感と合わせるというわけでありまして、その60年前半の30年間、その価値観がもう全く通用しなくなったんだ、そうしたことを実感をさせられる年と、まあ、このように言われております。じゃあ過去例を見てみようということで、60年前にタイムスリップ、昭和31年、じゃあこの年はどんな年だったのか、もう戦後ではないという流行り言葉、国連に日本が加盟をし、これからは高度経済成長、そこにまっしぐらで行くんだ、その軌道に乗ったということで、まあ、こうした点については経済白書の中に当時書かれているものであります。まあ、なんとなく今の予感をさせられるようなこの干支ではないかと思います。では今年どんな年になっていくのか、まず見ていきたいと思います。まあ、最初からもう書くにはないですよね。今日からなんと国会が、通常国会がスタートとなって、そして補正予算、これが審議をされる。しかもその大きな中身は2つ、その1つがこれも過去にないものであります。世界のなんと4割の経済圏が誕生する TPP 大筋合意、これを受ける補正予算、また昨年の9月3日からスタートとなりました地方創生、国の本気度と地方の覚悟が問われる、まさに地方発展の最後、日本のまさに創生の最後のチャンス、まあ、このように言われ、昨年がちょうど地方創生元年とも言われたところであり、それをあらゆるプレイヤーの皆さん方にということで、第3次安倍改造内閣から出たのが一億総活躍、この一億総活躍がそのもう一つということになります。また今年はメモリアル、特に災害についてであります。東日本大震災からちょうど5年、特に村井知事さんが、宮城県の村井知事さんが言われたのが、過去の歴史に学ばなかったという重い言葉があります。これを一つの契機として災害遺産という言葉があり、本県でも県南地域あるいは吉野川流域には石碑が多く建てられているところでありまして、こうしたものをもう一度振り返り、その当時その当時に出来上がってきたこと、その時の皆さん方のその重い言葉、これをもう一度見直してみる、まあ、その意味ではちょうど今年は昭和の南海地震、昭和21年の12月21日、尊い202名、徳島で命が失われたものでありまして、ちょうど70周年となるところでありました。まあ、そうした意味では、ハードはもとより、ソフトの面についても、また多くの県民、国民の皆さん方にも、このメモリアル、もう一度、温故知新ではありませんが、振り返っていただき、そして防災・減災対策、何よりも徳島ゼロ作戦、南海トラフ巨大地震を迎え撃つ、これを加速をし新次元に乗せていく年になるのではないかと思います。そして3つ目、これはもう言わでもなくね、スポーツイヤーです。4年に1度オリンピック、つまりリオ五輪スタート、だから2月にはブルー月になりますよね。今年だけ、オリンピックの年には2月の29日出現となるところでありましてね、まあ、その意味では山下敏和選手ライフル、あるいは伊藤舞選手女子マラソン、こうした
本県ゆかり関係者の皆さん方が出場が決定、内定をしているところでありまして、いやがおでもスポーツに関心が高まる年となるんではないかと思います。ではこれに合わす形で徳島はどうなっていくのか少し見ていきたいと思います。まず最初は言うまでもなく、この地方創生一億総活躍といったそのモデルを打ち立てていく徳島会議、そこでは昨年あるいは一昨年をメモリアルならぬこのエポックメイクとしてね、まあこの言葉なかなか発言がしづらいということをね言われたところでありますが、このエポックメイクの年、このように申し上げました。じゃあそれは何だったのか。つまり高速道路、恩賜高架、これが徳島道と結ばれる、四国横断自動車道が南東ジャンクションから徳島インターチェンジまでがつながり、しかもその途中にスマートインターチェンジができ、徳島空港と直結をするということになる。またいざ発災となった時にも崩れない耐震強化岸壁が沖の外地区に出来上がり、そしてオーシャン東急フェリーがここへ移ってくるんですよ、こうしたお話も申し上げたかと思います。そして次なるメモリアルは、こうした基盤がさらに進化を遂げていく平成31年、ここでは何が起こるかというと、マリンピア、ここに徳島東インターチェンジができ、北側からは有料道路がこちらへ、高速道路が直結し、南からは新直轄無料の高速道路がこちらへ進んでくる、そして結節となっていくということなんですね。しかもこの耐震強化が岸壁ですね、まあ、こちらがなんと徳島東インターチェンジからたった3キロ、車だと3分の距離、1.5 キロと3分の距離ということでありましてね、オーシャン東急フェリー美山が1月の3日から 1.7 倍の収容能力となってこちらに移ってくるとともに、秋までには4隻で東京、そして徳島、北九州を運行しているわけでありますが、すべて大型船か新造船となり、その暁にはちょうど秋と言われておりますが、北九州にある本店、こちらがこの徳島の新しいフェリーターミナルの方に移ってくることとなるわけでありまして、まあ、そうした意味ではこの第2弾となるメモリアルでもあるし、そしてエポックメイクでもあるわけでありますが、そこに向けての大きなスタートを切っていく年ともなるわけであります。またそうした点でいきますとね、やはりこの未来エネルギーね、こちらちょうど今県庁の正面玄関、西側の正面玄関ね、その北側のところが工事してますよね。皆さんも一体これ一体何の工事だ正月早々で、声も聞くわけでありますが、これを作っているんですね。つまり二酸化炭素フリー、その自然エネルギー由来の水素ステーション、環境省のモデル事業を受けてここに誕生、そして今年度中、つまり3月末までには燃料電池自動車を県庁の公用車として入れ、そしてここに水素を供給する拠点が県庁の中にできる、そしてもう一つこの民間が行っていただきます移動の水素ステーションも四国でも当然のことながら初めて、これが誕生ということになります。つまり新しい水素グリッドがここ徳島から発信をされるところでありますし、これはここにある昨年の12月安倍総理がずっておりますが COP21、 そして歴史的な決定が行われました。つまり先進国も途上国も合わせて今世紀の半ばには実質上この二酸化炭素ゼロ、これを目指すということになると、当然先進国である日本は、そしてその中でも自然エネルギー協議会会長権である徳島としては、さらに意欲的な数値目標を掲げていく必要がある、その大きな起爆剤がこの水素グリップ社会の実現ということでありまして、これからは燃料電池自動車だけではなくて燃料電池バス、あるいはあらゆる産業界で使えるフォークリフト、こうしたものについてもしっかりと燃料電池が活用される、まあ、平成28年度の政府予算、徳島の政策提言を受けてフォークリフトについては制度化がなされようとしているところであります。
またもう一つ、この自然エネルギーということであればね、こちらにあります、スマート回廊地域創生事業ということで、川口湖、ね、川口ダムのところでありますけどね、まあ、川口ダムの調整湖というアジサイ湖でありますが、こちらを一つの、このまさに一歩先の未来を具現化をしていく自然エネルギー、そして LED デジタルアートの拠点作りとしていこう。なんといっても那賀町は、徳島が日本で最初に作り上げた鍵盤地方創生特区第1号認定のところでもあり、そしてこの太陽光、小水力、風力、そしてあそこは水力発電所ですよね、水力、こうした、まあ、自然エネルギーといったものをしっかりと回廊として見ていただく、そして LED のデジタルアートミュージアム構想全県下で、しかもフィールドで、あるいは箱物の中でということで、夏頃にはこの相生の森林美術館に那賀町とのコラボで、そしてまた秋頃には大塚製薬の和敷工場ですね、エキサイトサマー和敷の会場でありますが、あそこに今度もう一つという形でフィールドで、こういったまさに夏秋に LED のデジタルアートミュージアムもいよいよ具現化が図られてくることとなります。次に2番目として TPP を迎え撃つ儲かる農林水産業の具現化についてであります。まあ、国においては今回補正予算においてもしっかりとこの迎え撃つといった意味でのいわゆる攻め、これについてはいろんな策が散りばめられていますが、中山間地域であるとか、あるいは小規模事業者に対してのいわゆる守りの対策がやはりどうやってみてもですね、足りないんではないか、少ないんではないか、まあ、こうした点から今県単での農林水産に対してのハードソフト、まあ、この事業を全面的に切り替え、そしてパワーアップをして、2月の定例県議会には基金条例として、そして基金をしっかりと守りの部分として、この中山間地域と、そして小規模事業者の皆さん、でも小規模といっても今母ちゃん野菜であるとか、あるいはおじいちゃん野菜とか、もう孫にも子供にも食べさせたいという、丁寧に作るというのがデパートのブランド商品に実はなっているんですね。という形で我々としてはしっかりとこれを迎え撃つだけではなくて守る点についても行っていければと、このように考えているところであります。まあ、そうなってくると当然この6次産業化に備える人材育成という点も重要となってまいります。日本で初となる6次産業の学部を持った大学、こちらが今年の4月徳島大学生物資源産業学部として定員100名でスタートを切ることとなります。そして県の農林水産総合技術支援センター石井町にありますね、この中にはもう専修学校化をした農業大学校、ここからもこの実は学部に編入を受ける枠が作られているところでありまして、この6次化拠点であるアグリサイエンスゾーン、こちらをいよいよ強力にスタートを切ることとなります。また当然大学で専修学校でということであれば、その一歩手前であるいわゆる高等学校、従来は職業高校と呼んでおりましたが、今普通の普通科高校を出て大学へ行き、そこでスキルを身につけない皆さん方、この皆さん方は専門学校に行って、そしてそこでスキルを身につけてようやく就職ができる、これでもちょっと順番が違うんじゃないだろうか、やはり高校の段階でスキル、技術を身につけた皆さん方がさらに技術を磨きをかける大学に行って、そしてそこから就職がすぐできる6次産業化人材育成を高校からということで、すでに林業の面では那賀高校森林クリエイト科20名がこの4月からスタートとなるわけでありますし、また来年の4月からは今度は農工省全体の合わせた6次産業化アグリビジネス化を上星高校、昔は徳農と呼びましたよね、上星高校にスタートを切るためのいよいよ準備を進めていこうと考えています。そして水産、こちらについてもマリンサイエンスゾーンということで、
鳴門、そして南町へ。特に鳴門については鳴門の県の水産試験場、鳴門庁舎、その隣に薬学部の実は庁舎なんですね、まあ、こうしたものを今徳島大学においては生物資源産業学部、そちらの関連の施設に作り替えを今年中にしてしまおう、もっと言うと3月末までと聞いておりますが、さらに南庁舎、こちらは水産版漁業の BCP も新たに入れ込む形で県として新たにここを拠点化をしていこう、その新しい庁舎の中に生物資源産業学部サテライト、こちらを作っていただこう、まさに水産振興の拠点マリンサイエンスゾーン LED を魚礁に活用していこうというもの、また筋青のり植物工場ですね、新たなね、まあ、こうした点も新たな観点として作り上げていこうと考えているところであります。まあ、こうした形でいよいよ人材育成も本格稼働の年となることとなりました。からもう一つ、今度は3番目としては安全安心についてであります。先ほどメモリアリー、特にソフト、こうした啓発の関係などにも力を入れていこうと申し上げたところでありまして、すだちくんメール、こちらについても全面的に切り替えを行っていこうというものであります。まあ、地域SNS の機能を1月に今追加をしていくということで、やはり身近ないろいろな情報をいざ発災となった時も、あるいは平時においても使える、まあ、そうしないことにはなかなか使いづらいよね、今までは登録の点などでも使いづらいという点がね、私も実感していたところでありますけどね、まあ、こうした形で新たにパワーアップをさせていきたい、このように考えております。そしてすでに条例としては先行昨年の12月の25日したところでありますが、障害のある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例、これがまずトラックあるいはダンプカーのところに交代をする場合、あるいは接近をするための警報装置、これをつけていただいているものについてはしっかりとその使用義務化を図っていこうというもの、すでにスタートを切りましたが、4月からはまさに全面的に障害者の皆様方のアクセスから始まって、障害者の権利条約、こうした点についての本格的な稼働、これをこの全国のモデルとしての条例としてスタートを切っていく、もう一番ねスタートを切ったところでありますが、まあ、その意味では視覚障害者の皆さん方に対しての交通安全基本計画での位置づけ、あるいは最終的に我々はホップ、ステップ、ジャンプというジャンプは法改正という方法なんですね、まあ、こうしたものについても新たにチャレンジをさらにしていくこととなるかと思います。そして最後4番目、大胆素敵、徳島の魅力を大いに磨きをかけるということで、まあ、先ほどオリンピックの話をいたしました。当然オリンピックスポーツイヤーということでありますので、スポーツの関心が高まる、イヤ顔でも昨年1万人大会での国際マラソンとなりました徳島マラソン、今回はいよいよ1万5000人大会ということで、ゲストには常連の金哲彦さん、そしてゲストとして3年ぶりとなりますが、キューちゃんこと高橋尚子選手にもお越しをいただこうと、戸崎芳美選手にも参加していただくことといたしております。そして1万5000となりますので、やはり多くの皆さん方にこの徳島マラソンの、また徳島の状況を記憶に残していただきたいなということで、この県庁真横からスタート、勝どき橋を渡り11号を走る、まさに徳島の一番のビル街、つまり市街地を走り抜け、そして登っていきますと吉野川大橋に出てバッと大自然が広がる、そして吉野川を走り抜けていただこうと、まあ、日本にもない素晴らしいコースでのスタートとなるものであります。またオリンピック、カルチュアルオリンピアードという言葉があり、スポーツはもとより文化、世界最高峰の祭典、このようにも言われ、2012年のロンドンオリンピック、なんと開幕式までの4年間で17万7千イベントをイギリス全土で行い、文化でまず世界中の皆さん方を引きつけ、そしてオリンピックへ、これを徳島から関西広域連合、そして広域連合から全国知事会、さらには国として
東京オリンピック・パラリンピック文化プログラムがいよいよリオオリンピック終了後スタートとなるわけであります。まあ、今回はロンドンオリンピックを超える20万のイベント、また3つのカテゴリーとして国が主体的に、また地方とのコラボで、また冠などで多くの企業の皆さん方にもご協力をと、団体の皆さん方にもなるわけでありまして、こうしたものに対しても徳島発の政策提言、国民文化祭の新たな在り方、またアーティスインレディスの新たな在り方、こうしたものをこの中に組み込んでいったらどうだろうか、まあ、こうした点も具現化をされるということであれば、当然全国初2度の国民文化祭を行った徳島でありますので、四大モチーフの一つベートーベンの第九、この新たな形、なんといっても日本全土で年末は第九やられますので、ね、では日本初年は6月の1日1918年ということでありますので、まず新しい大工を今月末となりますが、2000人の大工としてまずはスタートを切りたい、そしてその後にこれをテーマとして今回はホップでありますので、ステップ、そしてジャンプ、ジャンプがちょうど平成の30年、つまりベートーベン大工から100周年ということで、まあ、こうした点でその2年後、平成32年には東京オリンピック・パラリンピックということにもなりますので、カルチャルオリンピアードの一環として新しい大工、こうしたものも日本はもとより世界に発信をできれば、そして大工を歌うんだったら世界からベートーベン、ドイツ人でありますのでね、そのドイツ人が感謝の念で行ったのが日本初演、アジア初演ということですから、徳島で大工を歌わないか、まあ、そうしたホップ、ステップ、ジャンプ、これにできればな考えるところであります。ということで今年どうも1年間これまでの30年とは全く違う、中央集権からまさに地方創生、そして地方創生、この大きなテーマのもとにあらゆるプレイヤーの皆さん方、一億総活躍、そして日本創生、その礎が徳島から発信をされていく、まあ、そうしたどうも予感がされる1年になるのではないかと思います。まあ、しかしこうした点についてもやはり何よりも発信をしていただくのは、まあ、メディアの皆さん方、これからもぜひ発信方よろしくお願いを申し上げまして、私からのまずは伝統の発表とどうぞよろしくお願いします。管理者を代表して引き続き繰り返しになってしまいますが、はい、改めてですね、今年力を入れたい事柄、今年をこんな年にしたいという抱負を改めてお願いします。まあ、やはりこの地方創生、我々も地方の覚悟が問われる、一昨年総理の前で直接全国知事会で申し上げた責任者でもありますので、そのモデル地方創生の旗手徳島、これはもとよりでありますが、まさに一億総活躍のモデルを、そして徳島から一歩先の未来を具現化ができるように、県民の皆さんと共に創造的な実行力を遺憾なく発揮をして、そして行っていく、このように。では各社さん質問ありますでしょうか。すみません、年末にも話が出てたと思うんですが、今年の出来事として一つ、消費者庁の誘致が実現するか否かがあると思うんですが、改めて、実現に向けた意気込みとか、はい、その、期待とかですね、その手のことをちょっと聞かせていただければと思います。はい、まあ、これは当然東京一極集中を是正をする、そして企業も東京にある本社、これを地方へ展開をしていくべきじゃないか、これはもうすでに是正で出来上がったんですね。地方拠点強化税制、しかし海より始めるということであれば、その旗を振った国のやはり政府機関が地方に移転をしなければ、企業も様子見ということになっている中で、徳島県は消費者庁をはじめ6機関、特に関西広域連合のところに、いわゆる各省庁の霞が関にある外局という、つまり何とか庁というね、例えば徳島県は消費者庁ですが、京都が文化庁、大阪が中小企業庁、兵庫県が観光庁、ね、あるいは総務省の統計局、こちらを和歌山県だというのがあるわけでありますが、
まあ、こうした点についてもあるいは研究機関についても非常に政府の側のヒアリングがあれどっちが最初に言い出したのかな、まあ、そうしたことがあると全国知事会でも言われるわけでありますが、まあ、その意味でやはりこれを関西統一連合今回は12月から昨年の12月から奈良県が新規加入2府6県4政でしたあったわけでありますのでやはり関西の全ての力を結集してこれらの実現を国にしっかりと提言をしていこうということで、まあ、年が明けて早々にでもこの消費者庁は元寄りでありますよね今申し上げた点あるいは試験研究機関こうしたものを関西広域連合の地にでこれは何よりも国のためになるんではないか地方創生だけではなくて首都直下型地震が起きた時のまさに離岸レフ構造これをしっかりとこの徳島をはじめとする関西に設けるべき当然関係連をはじめ関西の経済団体の皆さん方も同意をしていただいておりますのでしっかりとこれを国に対して行動に移していくそのように考えております、まあ、そうした意味でこれからはさらにこうした動きを加速をしていくパワーアップをするすでに河野担当大臣の方からは神山町の方にね3月めどなという話もお聞きをしておりますが消費者庁長官をはじめサテライトオフィスをこっちに作ってそしてどういった障害がさらにあるのかこうした点の検証していく県としてもそのバックアップシステムこれをしっかりと作らさせていただいてね、まあ、これは決してこちらがただ単に引っ張ってくるということではなくて新しい働き方まさに日の絵猿の年ですのでねこれまでの常識が覆る霞が関は東京にないといけないと言っていたものが地方でもできるじゃないかしかもこれも日本屈指世界屈指の光ブロードバンド環境のある徳島そして消費者の皆さん方の消費者線って言いますかね感度が一番高い徳島こうしたところで消費者庁がよりパワーアップをしていただく新しい価値観をここに生み出せればな江戸の通りになれるように頑張っていきたいと思いますありがとうございます。それに関連してなんですけど、関西広域連合という、まあ、橋本さんが、まあ、昨年末に一応議員になりましたけれども、主任におっしゃってた話で、特殊党構想というのが分かったんですけれども、そこを生かすのは一応、知事としてはどういう構想だったのかで、まあ、もし、権利がある。まあ、これはちょうど府知事選、大阪市長選、ダブル選挙の時のいわゆる維新サイドの方の公約という形で出されたんですね、まあ、この副首都構想というのは、まあ、世界にも副首都というのは多々あるわけでありましてね、まあ、我々としては副首都などと言わずに二眼レフ構想というのは決して副首都じゃないんですね。まさに首都、その代替機能を持つということであります。別に首都機能移転とかね、国会の移転とかこんな話を言ってるわけではなくて、機能としてしっかりとそうしたものを持たなければこの国が持たない。またこれが地方創生の新しい働き方にも、つまり官僚の皆さん方にも人間らしい生活をしてもらったらどうだろうか、まあ、かつて私もその一員でありましたので、ね、より誰よりも実感をしておりますんでね、まあ、そうした意味で我々は打ち出している。まあ、ただ副首都という名のもとにですね、こうしたものが逆にこの政治ベースとして維新と官邸との間でなされていく、そうした点についてはウェルカム。とにかく物事を動かしていく、そして東京には首都機能は全部ないといけないんだというこれまでの価値観、これが崩壊をして新たな価値観がまさに生まれてくる、まあ、それが今年の日の出猿の年のいわゆる暗示であるわけでありますよね。そうした意味では我々関西広域連合でこの首都機能の、まあ、大体で言いますかね、リガルポーズをずっと言ってきた、まあ、そうした点では維新の皆さん方も維新なりにそれを咀嚼をしてそうした副首都というイメージを出されたのではないか、まあ、我々としては新しい価値観ここに生み出すだけではなくてその具現化をする医療の都市ではないか、このように志村拓です。先ほど町内のテレビのイベント挨拶で研究あったと思うんですけれども、
坂東教収容所の、はい、世界教育員さんとチャレンジなさるということですが、はい、これに関して2つお尋ねしたいんですけど、どうも1つが、まあ、大体どういったスケジュールで、まあ、その申請に向けて取り組んでいくのかというのと、はい、あと、まあ、この申請を通して、まあ、県として期待なさる効果、どのようなことをお考えでしょうかということをお願いします。はい、まずこのスケジュールについてであります。このユネスコの記憶遺産についてはね、これ実は平成9年から登録が開始をされて、今すでに348件、日本では5件だけなんですけどね。ただこれが有名になったのは例の南京事件ですよね。まあ、これについて日本と中国というか国連との間で、そして菅官房長官の方からも、これユネスコっていうのはあくまでもこの平和的な組織なんだろうと、それからこの両国がまあみんなが関係者が納得した上で、そしてそれが登録をされる、しかもそれが一方的に登録されたんではないか、これはユネスコの趣旨に反するということで、まあ、分配金についてもね、まあちょっと差し控えたらどうだろうか、まあ、こうした話にまでもなって、あ、そのユネスコのいわゆる記憶遺産というのがあるんだ、まあ、これ世界記憶遺産、このようにも呼んでいるんですけどね、まあ、これが非常にクローズアップをされたということであります。でこれは2年に一度申請を受け付ける、そして各国は2つまでということに実はなっていますね。ただ例外がありましてね、2つの国以上で出していく場合はその例外と、ただ2年に1回の申請というのは一緒ですね。じゃあ一番非近のこの受け付ける年はいつかということなんですけどね、実はこれが平成の今年の3月、そして決定が29年の夏ということですので、まあ、ここには少し間に合わないし、日本の中でもすでに杉原千畝さんのものとかですね、2つ決まってます、ね、だから我々としてまずターゲットとするのはその次、つまり30年3月に申請受付にまず日本でなるであろうという、つまり31年の登録を目指していこうということになります。でここ今後の徳島としてのその魅力といいますかね、まあ、この歴史遺産というのはやっぱり史実でないといかんということで、例えば書き物であるとかいろいろな印刷物であるとか物であるとか音楽でもいいんですけどね、まあ、そうしたものがちゃんとあるということ、それから唯一無比である、他にないということね、まあ、こうした点がまず審査のポイントになる。そうなると実はジュネーブ条約に日本が加入をしていなかった、つまり捕虜の虐待禁止、このルールが世界ではなされた、でも日本にはなっていなかった時に、第一次世界大戦のチンタンを捕虜の皆さんをね、日本中に引き受けた。でも、まあ、いろんなところで悲しいかな虐待もあったんですよね。でも坂東の地に新しくできたここは捕虜じゃなくて不良なんだ、そしてその所長、松江所長さん、会津藩士の息子さんということもあってね、お国のために戦った人たちではないかと、武士の情けということが、ちょうど阿波木ホール、郷土文化会館の隣に碑があるんですよね、まあ、いう形で人道的な扱いをし、その中では3つのオーケストラがあったり、あるいはビール工場、パン工場、印刷場ね、あるいは楽器まで作るということで、まあ、多くのドイツ文化がこの収容、この捕虜収容所の中で栄えた。そしてドイツとナルトの皆さん方との交流も非常に深まったということで、まあ、多くの実は資料が残され、これを今ナルト市の皆さん方が保存をされているんですね。しかもそのドイツの皆さん方が人道的な扱いに対して感謝をして、そしてドイツへ帰国するときに演奏してくれたのがベートーベン大工のアジア初演ということで、今ユーロでは共通国家がこのベートーベンの大工、しかもベートーベンドイツ人ですよね、生誕の250年、これがちょうど東京オリンピックパラリンピックの平成32年になるということでね、ちょうどこのドイツとの関わりのメモリアルがずらっとこれから並んでくるんですよね。一番早いのが実は来年、ここがニーダーダプセン州との友好5周年、これもベートーベンの大工アジア初演が取り持つということになるわけですけどね、まあ、こうしたこともあってその翌年の30年が大工初演から100年ということで、年明けたこの1月の末に大工の2000人の大工を徳島が
と100周年、それからさらにということでね、まあ、そうした意味ではちょうどこの31年の登録というのはこうしたものにうまくかみ合うんじゃないか、まあ、28年、そして29年、5周年、そして30年の100周年、そして31年の登録を目指す。32年はベートーベン生誕250と東京オリンピック・パラリンピック、そして徳島としての、ね、カルチャルオリンピアードと、まあ、いう形で、これは徳島としての効果というだけではなくて、まさにカルチャルオリンピアード、これを盛り上げていこうということにもつながるということで、今年からそして32年までここを俯瞰したものへのチャレンジということになります。二国間というあり方もあるということで、はいはい、まあ、そうするとドイツと例えば日本としてだけというお考え方でしょうか。で、当然日本の中で平成30年の3月には申請ということにこうなってくるんですが、当然ライバルも出てくるわけですし、逆に言うとなるべく多くのものがこの記憶遺産に日本から登録をされる。であればもう単独でしかできないというのではなくて、日本、徳島の場合にはドイツのニーダーラフ選手とちょうどね、29年が10周年でしょ。で、翌年が申請をする年になってくるんで、このドイツのニーダーラフ選手と友好きっかけはこれだったわけですから、じゃあドイツのニーダーラフ選手と友好をより育むと、10周年の、あるいはこれからのさらに10周年の一つの大きな打ち上げ花火としてこれをやっているということは当然、もちろん今オリンピックに向けてやってるんですけどね、まあ、こうした点があるんじゃないかと思いますので、もう一つの可能性としてはリーダーラフ選手とこれを結んでやっていくということは当然あり得ると。もちろんナルトの場合にはナルトとリューネブルクがこれは都市間やってますんでね、まあ、そうした意味ではちょうど今のスケジュール感に乗ってくるし、あるいはリーダーラフ選手との10周年を大きく彩るものにもなる。それでは各社さんよろしいでしょうか。で、以上にさせていただきます。はい、どうも。それでは今年全体をよろしくお願いします。